皆さんこんばんは。動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回はですね、10年前に購入したワイルドスワンズのパームを紹介させていただこうと思っております。こちらはですね、いろいろ探して選び抜いたですね、至極の一品となります。もともとはですね、ラストクロックスというワイルドスワンズと関係性のあるメーカーのタングという小銭入れを使用してたんですけれども、お札をですね、畳まなくてはいけないのがちょっと煩わしかったので、お札入れを備えているですね、コンパクト財布を新調することにしました。で、その際にこだわったポイントが3つあります。まず1点目が丈夫で長年使用できる財布、2点目がエイジングを楽しめる財布、で3点目が機能性が高い財布と、こちらの3点のポイントでですね、探しておりまして、たどり着いたのがですね、こちらのパームでございました。購入したのが10年ぐらい前なので、当時はですね、確か、定価が1万9000円ぐらいだったと思います。福岡のですね、百貨店で購入の方をいたしました。で、私が購入したですね、このパームは初期のモデルでございまして、マシュア社のサドルプルアップレザーを使用しております。現行モデルはですね、こちらのレザーは使用しておらず、基本的にはイングリッシュブライドルレザー、フルグレインイングリッシュブライドルレザー、シェルコード版の3種の素材で作られております。で、こちらロゴですね。ロゴは王冠マークがついてますね。初期はですね、 WS のスワンマークだったと思うんですけれども、まあ、私が購入した当時はこちらの王冠マークでございまして、今はですね、シンプルなアルファベットのワイルドスワンズのロゴになっているかと思います。はい、続いてですね、機能性の紹介でございます。まずはですね、開きますと小銭入れと、まあ、カードが収納できる部分ですね、まあ、この仕切られているベロの部分がポイントですかね。で、この小銭入れの部分とお札入れが右側についている。で、背面にですね、カードが1枚入る背面ポケットの方がついているといったところになっております。こちらですね、購入当時はサブ財布としてですね、メインの財布と2つ使い分けをしていたんですけれども、まあ、昨今ですね、キャッシュレス決済が普及してきておりまして、ポイントカードもですね、まあ、アプリに変更できるようになりましたので、ポイントカードをまあ整理してですね、これ一つで全てが賄えるようになったといったところになっております。で、まあ、現状のモデルとはですね、若干作りが異なっていると思うんですけれども、一応ですね、ここにもポケットがあるんですけれども、ここは基本的には使用してないですね。まあ、これは強度的にですね、どうなのかなっていうのと、あとはここにカードを入れてしまうとですね、どうしてもですね、ケツポケした際とかですね、カードの方がですね、湾曲してしまうので、おすすめはしないですね。で、現行のモデルはですね、改善されてると思うんですけれども、まあ、当時はですね、まあ、ここは革の内張りがなかった、まあ、こういったシンプルな作りになっているといったところになります。まあ、もちろん内張りがなかったので、まあ、その分厚みの方は現行よりも薄いとは思うんですけれども、まあ、強度的にはですね、現行の方が優れているかと思いますし、まあ、あの高級感ですね、こちらの方が現行の方があるかなと思ってます。スナップもですね、10年経ちますが、改変に全く問題ないといったところになります。で、使ってみての感想なんですけども、やっぱ使いやすいですね。めちゃめちゃ使いやすいです。これ分かりますかね、こう真ん中にちょっとくぼみがあるので、ここ親指がフィットするんですよね。ですごい開閉に一役買っていて、すごいスムーズに開閉ができるといったところで、これ開けるとですね、もうすぐ小銭入れとカード入れにアクセスできるので、
まあ、こちらが非常にいいかなと。ただいい反面ですね、やはりここにフラップがないので、慣れないとですねこぼしちゃう可能性があるんですよね。例えばこうやってお札入れをこうやるときにここからこぼれてしまうっていうところがあります。ただこれも慣れの問題なので、このままですねお札をこういうふうに縦向きのままお札を取り出す癖がついたらですね全く問題ないですね。であと横の部分のお札ですね、これはまあ千円札と1万円札を入れてるんですけれども、1万円札がですねぴったり収まるようなそういったサイズ感となっております。で実際の収納力ですね、これなんですけども、まあ現状入れているのが1、2、3、4、5枚、まあクレジットカードの厚さのカード5枚、それにまあ小銭ちょっと並べましょうかね。であとは背面のスイカということで、カード自体は6枚、であとお札ですね。まあ、これがですね、違和感なく収納できる、そういった収納力がございます。こんな感じですかね。じゃあエイジングの方を見ていきたいと思います。照りがすごいですよね。10年使用でもツヤがテカテカです。で長年の使用でですね丸みを帯びた形状に変化してますね。非常に手にも馴染んでます。でこちらはですねジーンズのケツポケに入れたりとか結構ワイルドに使用したんですけれども、壊れることなくですね未だに現役になってます。現役で使用できております。でここの部分分かりますかね、ここ当たりがついてると思うんですけれども、これがですねここの部分ですね、この札入れのところに2枚革が重なっている部分があるんですけれども、この部分がですねこういう当たりになって浮き出てます。でこれはやっぱりね好き嫌いが分かれるところだと思います。でこの当たりが苦手な方は同じようなコンパクト財布でですね、今カーサというモデルがございますので、そちらはこういった当たりがないと思いますので、そちらを選択されるのがいいと思います。スナップも心地いい音でですね、不具合も10年使用しておりますが一切ございません。でこういったですねパーツまでですね長期使用に耐えられる点がワイルドスワンズのものづくりの良さといったところに感じられますね。キャッシュレス決済が普及している昨今ですね、最もおすすめできる財布の一つでございます。その経緯はですね、とあるアメカジショップのスタッフの方から9月からワイルドスワンズが大幅に値上げするという情報を聞きました。値上げ前にですねギリギリ購入することができました。購入時はですね公式オンラインショップでは全て売り切れになっていましてですね、全国の取扱店に問い合わせをしてやっと手に入れることができました。
まあ現行はですねパームの V2 となってると思うんですけれども、こちらはその前のモデルですね。でカラーはまあ私デニムが好きなので、まあ、今回ネイビーに初挑戦してみました。でこちらですね、素材はイングリッシュブライドルレザーになります。でさっきのですね、サドルプルアップレザーと比較しますと、まあ、こっちの方がマットな感じですかね。まあまだこっちは購入してまだ1ヶ月経ってないといったところなんですけれども、まあこちらのエイジングもですね、まあ、半年後ぐらいにですねまた動画でアップしようかなというふうに思っております。並べてみますとこんな感じですね。やはり10年ものとほぼ新品ではだいぶ見た目違いますね。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。一挙の道楽チャンネルでは所有しているアメカジアイテムや腕時計を中心にコレクションを紹介しております。アメカジ好きな方、経年変化が好きな方、腕時計好きな方向けに動画を作成しております。動画が良いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。